第3回戦桐崎まどか俗名院さえこリングに上がってください。なんだよ、ひ弱そうだな。おい桐崎、油断すんなよ。俗名院さん、約束よ。それでは始めてください。手を縛られたまま剣の間合いまで近づくのは難しいな。迂闊に飛び込まねえ方が良さそうだ。パチンコ。先に攻撃できればこちらのもの。ビー玉をこのバカでかい塊に変える能力ってとこか。念のため弾いて助かったぜ。やるじゃん。ビー玉ってあの一瞬で見えてたのか。あいつ実はとんでもない動体視力と運動神経なんじゃ。そんなことができる人が相手なんて想定外です。今のまともに食らってたらヤバかったな。そっちがその気なら遠慮はいらねえってことだ。木の枝が剣に。今度はこっちから行くぜ姉ちゃん。弾かれる前にもっと早いタイミングで巨大化させて。早い。考えが見え見えだぜ。だったら3つ同時に。もう一個。桐崎こりゃ。なかなかやるじゃねえか。今の工夫は良かったぜ。すげえ、あんなのを真っ二つに。アキラのやつはさすがに感づいたな。そう、俺の本当の能力は木の枝を何でも切れる剣に変える能力ってことに。この人を相手に一体どうすれば。